フロスピーエースということで、今日はですね、契約書&ガチャ祭りっていうところで、今日は引いて引いて引きまくります。じゃあもう早速いきましょう。まずはですね、こちらの S ランクエキサイティングプレイヤー契約書第1弾のやつね、いきたいと思います。井上誠也からもらいました。いやー、やっぱりね、今回の、じゃあまあ今回のですね、欲しい選手はもうそら一人です。柳田す。でもガチャで6回引けば絶対当たるんで、まあ、柳田は絶対当たるんですよね。でもその他に欲しいのは、だから本命はね、柳田、大瀬良、ね、あと山岡、だからこの3人ですね。この3人が、一番欲しいです。じゃあ引いてみましょう。頼むよ。山岡、大瀬良、柳田。さあ頼むよ。でも絶対エース出るから見てる気楽やろ。あー、雄平、雄平か。まあまあいいでしょうね。じゃあ気を取り直して気を取り直してっていうかね、まあ、雄平もいいんですけどね。なんかいろんな人が言ってるんですけど、代打と固め打ちがついてるっていうね、特殊能力で、だからなんか難しいんですよね。あれ雄平あれつけたらいいんちゃう、特殊能力に代打と悪球打ち、なんでも打つじゃん雄平って。だからボール球でもストライクゾーンと同じ打球が飛ぶ、よくない？ねえ、好みの皆さんどうですか？だから特殊能力で悪球打ち、俺悪球打ちが一番上でもいいと思うんだよね。特殊能力の超悪球打ちってなって、多少のボール球はもうストライクゾーンと同じ打球が飛ぶっていう、なんか雄平っぽくない？しかも今までないじゃんね。好みの皆さんどうですか？雄平悪球打ち特殊能力、効果はミートカーソルパワーアップのボール球もストライクゾーンと同じ打球が、だからストライクゾーン扱いの打球が飛ぶ、だからギリギリとかだと打ったらそれめっちゃ飛ぶかもわかんないから、それめっちゃ使われるんちゃうね。しかも雄平っぽいし、いや俺これ絶対いいと思うんだよね、何気に。じゃあ行きましょうか。今度はガチャっす、契約書じゃないっす。無課金でねやってんで、ここまでめっちゃ貯めてきたんですよ。あれなんて言うんだ、コインね、コインみたいなやつエナジーをめっちゃ貯めてきて、この時のために。だから柳田、大瀬良、山岡、じゃあ行きましょう。今ちなみにね、エナジーはね2232あるっすね。さあ行きましょう。まず1回目、普通やな全部。いきなり当たらんかな。ノーニッコリ、上里、岡田、梅野、遠野崎、西野、荻野、山崎、高山、ヤバか、来い、比嘉か、ノーノーエース。よし、さあ2回目、気を取り直していきましょう。お、月出てるよ、月出てるよ。調子くんレッツゴーとかなんないよね。おお、これあれじゃん、これ S 確定かな、 S 確定かな。なんかこう青い炎は S 確定なんだ。にっこり来るんじゃん。おー、来た、いきなりマール、マール、いきなり、おわ、 SAA 連発してきたで。マール糸井、マールだって。あれセンター来たね。
あ、柳田が来て B の秋山が引退だったんだけど来たね丸引退です、うん、もうそうだね。えでもこれでも柳田取ろうと思ってたんだけど丸ねセンター埋まったね。まあ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 ねいいでしょ。でもエキサイティングの人じゃなかったね。だ丸は超高額パワーヒッター選球が埋まったね。いやこれでもじゃあ3回目1人確定。じゃあもう山岡かな。ほら絶対当たる時ってなんかいいよね。もう緊張感ないもんな。どんなになったとしても絶対当たるんだ。2枚引きとかなんか2枚引きこれどうなの。おなんかめっちゃすごいよ。2枚引きとかあるんじゃないのかな。いろいろ演出来たよ。トガメ中田翔遠藤荻野柳田ほい来た源田銀次中井田口高井幽霊嘘やろ。さっき幽霊来たやん。えちょっと待って、えさっき来たやん幽霊。でしかもその前の源田家で勝手にやっちゃってもう嬉しくて一回10連無料の当たるやつやっちゃってそれ源田だったんだよね。だからタダでもらえるやつは源田と幽霊はもう当たってんだよね。でここまでエナジーめっちゃ貯めてきてで源田と幽霊ってどういうこと。俺の神引き時代ももう終わったな。そんなことある。もう源田と幽霊持ってんねんで。守備固めだね源田。いやキー取り直していこう。まだあと3回あるやん。もうこれでも丸もうでも柳田は取ろう。さあ行こう。キー取り直していこう。もう飛びもせえへんし福山崎二木佐々木原柳山本大和北条平井デラロサ。もうこれ無理や。もう絶対なんかもう来る予感せえへんわ全然。ほらノー演出だもん。もう何もないもんこれ普通だもん至って普通。しかも何もない何にもない何にもないのにこりテンション下がるばっかりやな。今までこの貯めてきた労力何やねんって。よしまあ吉田と山崎の A は嬉しいね。それは嬉しい。さあ6回目もう柳田取りに行きましょうね。もうここで期待すんのは2枚引きや。さあ行きましょう柳田迎えに行きましょう。いらっしゃい。ほらお2枚引きとかあったりすんのかな。最後にテンション上がること来んのかな。茂木源田松山アルモンテ、ワクイ、ロドリゲス、高橋、秋山、清田、柳田、ね。ふぅー !1500 エナジー使って、まあ柳田取れたからいっか。でも丸来たよ、センター。今までセンターいなかったのに、センター来たね。よしじゃあ、最後に、ゴールド契約書行こう。もう、気分変えて。ゴールド契約書が8枚あるんですよね。前回8枚で S 来たでしょ。だこの最後この8枚で今日運があるのかないのかを見てもらってお別れです。ゴールド契約書レッツゴー。
さあ、来い。あんまりびっくりしたような演出なんもないけど、ハッピーに、あれ